いしょ。本物ですか？まあ本物なんですけれどもね。今回なんですけど、エルスターシュンシュンいるじゃないですか。入キャッシュするとエルスターめちゃくちゃうまいね。もうとんでもないね、プレイヤーなんですけど、ちょっと TwitterX でね、入キャッシュ数がどうも裏アップでサイレントパッチが入ったということなんですけど、何かっていうと、これ、ストロングホールドあるじゃないですか。まあ、そもそも入キャッシュするって、ウルトで壁立てたらビリビリが発生するでしょ。あのビリビリって1分間続いて、その間グレネードをね、敵のグレードを弾いたりするっていうね、非常に強力な、機能なんですけど、このストロングホールドを利用することでその1分が3分に増えますよっていうね、そういうパークやったんですが、どうやらストロングホールド選択せんでも今ベースで2分らしいんですよ。あのビリビリが妙になんかビリビリ長いこと続くなみたいな経験ありません？皆さん。どうやらですね、これパッチノートって書いてないらしいんですけど、ビリビリ時間増えてるっていうことで、ますますね、ワットソンの、インターセプターパイロンがね、なんか取って変わってるような感じになっているんですけど、というわけで、こっち選ばんでももう、こっちの究極の救世主選んじゃえばもういいよねっていうね、そういうバランスになってるわけですよ、これ。で、この究極の救世主っていうのが、ウルトを使ったら、付近の味方のシールドがインターセプターパイロンのように回復していくっていうことで、もう完全になんか、ワットソンやんちゅう話になってきてしまってますね、正直。ワットソン使うならニューキャーじゃないかなって気はしますよね。で、なんかさ、プロのスクリーム見てもさ、ガチでニューキャーしかおらんやん。ワットソンいたっけ？あんまりいたイメージないんだよな。だってニューキャーがワットソンのことできるから同じようなこと。まあ、フェンスは立てれへんで、さすがに。それにあまりある性能なわけで。でもね、俺さすがに修正されると思ってるんですよ。だって、そのチャンピオンシップって1月でしょ？またね、コレクションイベントのアップで入ると思うんですよ。だから今のバランスで、チャンピオンシップ、札幌のチャンピオンシップにならないと思うんで、そこは皆さんにね、ご安心していただきたいと思うんですよ。さすがにコレクションイベントで、次のコレクションイベントで調整なかったらもう、引くわ、俺。というわけで、入居にビリビリ化してね、優勝狙っていこうと思います。まあ、瀬戸でしょう、これは。これ瀬戸なん？瀬戸なんすか？これ瀬戸っす。あ、いた、撃たれた。ここだな。雲やろ。全然違うやん。全然違うじゃん。リング内に到着だ。あれですか。当たりません。あった。多すぎます。究極の救世主。締めとこう。ちょっとパス来たね、こっち。132。イエーイ。まあでもすぐ回復されると思いますよ。イエーイ。ポポ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 。イエーイ、捕まえた。グレー、ああ、全然あかんわ。だから今日振られて死ぬのさ。グレネード手前まで来てる。上からが来てるよ。近くないなんか。大丈夫。これにかけてるわ。これジップライン来るよ。まあ来ても上行ったのが不利だ。来てるわ。パス71入れてる。パス当てたよ。1人やり。あとパス。シャ。読まれてるよ。フェイスパック来るよ。まだ来てないか。ショットガンボルトレベル2ゲット。展開してる。今、はい。注射券は来ます。あと5%やん。来てる。こっちにはニューキャルって2個あんねんぞ。パス120、グレー投げまくる。パスシールドあれ多分。どや。51、もう死ぬやろパス。オッケー。起こされるか。起こされない。ニューキャスト。ニューキャスト。行こう。ニューキャスト。ありがとうナイス立て。格殺。後ろホライゾンつけそう。さっき右だからレベル。あこれ逃げてるこれ。格殺したいな。諦めてる。あ、起こしてもらいに行ってんだこれ。諦めてるから。レブのところ。レブは仲間なんだよね。あ、でも作るとこないんだね。いや。強いからな。上でなんかもう入キャウルトで固めとけばもう変わってるんじゃないですか。出そう。え、まだビリビリしてるのね。これ長くね。サイレントパッチで言ってたやんかこのビリビリ。検証したらさ、これビリビリが消えてグレー弾く能力がなくなった瞬間に入キャウルトたまんねん。あ、いやわかん、知ってる。強くねこれ。いや俺気づかなかった。俺も最近気づいたこれ。さすがにやりすぎやろ。フルタイム減らせよ。常にグレー弾くやんじゃあ。そうだよ。さすがにじゃない。ずっとグレー弾き。これ今シーズンからなのこれ。わかんねえ。なんかサイレントパッチって言ってたよ、イルスタシュンシュン。裏とか来へんのか、これ。裏来そう。裏来そうだね。ここに入居置いておいときゃいいんじゃん。裏が一番怖いか。裏が一番怖い。生まれちゃった。これぐらいかな。アンチあっち側になりそうだな。デスボックス溶けてない。88やれるぞあれ。おお、一応2個入れてるそれ。惜しい、やれんかった。燃えてるか。燃えてる。出てくる出てくる。ああ、惜しい。遅いね。ドリルでポン、ドリルでポンっていうなんか幼児向け教育番組みたいな。見るもでポンあ、見るもでポンかドリルでポンみたいなこれ読むかも。読まないかも。誰ホライゾンじゃねえかも。あれ読みそうかな。パス。うわだるえらおれ75。ほら次のアンチ見てからかな、ニューキャルトは。ヘッシュのダメージこっちの方がでかいんやぞ。どう怖い。あ、リングでやったんだ。88。あれなん先のやつか。あいつアーバー割れてて打ってくんだけど。強い。え、ここ？強いよ。この辺か。近い。俺らアンチ強い。最終的にどこで戦うんだ。下端くにはここアンチ入ってる俺。この辺にニューキャルト焚けばいいか、あいつさん。よいしょ。僕だよ痛い。なんやお前。こっちセール。あ、アーバー回復するやった。そうだ。セールいらねえんだ。終わってるな。88余り。ああ惜しい。ホライゾンガチでローやった。はい。こっち来た回復できるよ。バッテリーまだ俺4つあるちなみに。やっぱ遠距離ってくだらねえけどおもろいな一つがまあそれが TI の差がってやつや。88あんまりセンチネル痛すぎる。くだらねえぜ。パスアーマー置いてるぞ。あ惜しい。やれんかった。リロードがなんかやりやってなかった。おチャージライフであのとはかかりいや死んでるよほんまやん。まとまき撃て死ぬ。あ惜しい。そうあと40か50で死んでた。中で2人死んでるよグレー弾く時間長すぎやろ終わってるってマジで終わってるんだよ。効果だもんなさらなるね。パッチの音今書いてない。頑張って見つけてねみたいな。終わってますよ。下真下なんか信じる多いな。なんか向こうアンチだったよ。やっばい俺あー上やばいかな。アッシュウルトがあるんでしょ。取れんのかアッシュウルト。アッシュウルト取ってどっち側に盾置いたいんだろう。こっち側だよね多分。いやでも案外後ろとかでもいいんじゃない。あそこ外れるもんだって。じゃあなおさら左の方がいいか。120。えっういほんまにジャイアンのローだけど中のやつやったの。なあごめん中のやつマジでロー。こそでもこれ別パスるよ。いやごめんパスローパスやったよ。起こすね。別パ来るなこれ。4起こせれば足をとあ使ったか。どうしようかな。あこれダメか。まあいやこれでいいや。じゃあやかこれを俺をなんとかしてくれ。まああと頑張れ。逃げろ。ずんだもんめっちゃ頑張ってる。ずんだもん頑張れ。ずんだもんさっきやられて起こされてやり返したね。起こされたね。もうなんかキルログ流れてもお互いサポート釣ってるからさ全然チャンスじゃないよね。そうなんだよみんな逃げてなんかまたドロップシップ出てくるよね。謎やね。あ終わった。うわ行くぜ3人。俺と戦え。ボール投げないのか。うまい。あ終わった。今なんかフラットラインめっちゃ外してなかった。気のせいか。あ今度は当たってる。あ無理よこっちに向けて立ってるからね。こっちに向けて立って俺らここ全力立ってるんじゃない。やばい行くねー。あ大丈夫だよ大丈夫。奥じゃね奥じゃいるからね。左来ると思う俺。左が俺ら左側ね。俺スネア切れたらフレア投げるわ。フレア投げたり。両方から取れるな。これ斜めやからそんな強くなかったなニューキャルト。かかってこい。もう壊されちゃったわ。かかってこいやー。イエイイエイイエイ。後ろから出てるかも、あいつら下にいるかも。ワンチャン、ね、ここいる。じゃあ後ろ、上中ピーク避けてはずですね。こっち来るかもな、ね、この辺からピークされるかも。これ絶対、ここ絶対いるからね、アークさん投げてくる。あ、上ドームオッケー。まあすぐ切れるっしょ、あんな 66%。これどこにいる？どこにいんだこれ。これだけじゃない。ロリで草刺されそう。ジブ120、ジブ120。誰やってる？この後ろいる、ここの後ろいる。グレーナーよっか。やってる、もうインファ。プロテクトくね。誰が来てる？なんもしてねえ。なんもしてねえ。なんだこれ。勝手に死んだ。まあこれがランクってことか。まあそういうことっすかね。はい。4U。4U。ビッグブレイン。